海と日本。うまい。ビール好きの新井さん、岩内町にあるリゾートホテルの若旦那です。人気のおもてなしはホテル内で醸造したクラフトビール、そしてアワビの踊り焼き。美味しい海の幸とビールが注目されるわけとは。岩内の海洋深層水を使っているからです。ビールには仕込み水のために、アワビには鮮度を保つために使っております。通常よりも多分1週間ぐらいは長生きしてくれるかなと。息がいい状態を保った方がぐる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 アワビ踊ってくれますので。その海洋深層水は岩内沖の水深300メートルから汲み上げた海水。どんなパワーを秘めているのでしょうか。海洋深層水を販売する専用の施設を訪ねました。表層の海水よりもきれい、冷たい、ミネラル豊富というのが大きな特徴となっております。まず光が届かないというのが深層水の条件の一つになりまして、生き物の絶対量が少ないということで、それに関わる糞だったり死骸だったりとか雑菌だったり汚れが少ない。海洋深層水は塩分やミネラル濃度を調整した4タイプがあり、水産加工場をはじめ一般家庭の料理にも重宝されているそうです。新井さんもビールの仕込み用に購入しました。ビールを作るのに麦芽、ホップ、お水、酵母、この4つが必要になります。そのうち岩内はホップ発見の地、そして海洋深層水がある、この2つが揃っているのが我々の強みかなと思います。海の恵みで育む岩内名物、味わいの違いは？酵母が活性化したり、あとは香りが豊かになるっていう効果が期待できると言われています。海の恵みプラスお米やフルーツなどを使った新しい名物作りにも挑戦中です。海洋深層水をはじめ海の産物が豊富にございますので、新鮮なもの、それから新鮮なビールでお楽しみいただければと思います。岩内ビールで盛り上げるぞ。海と日本。動画をご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。